どうもシャペンです。今回は明日のモンストニュース様子を6月27日編ということで、私事ながら今日誕生日なんですけども、人生で一番実感がないですね。これからも変わらずにやっていこうかなと思います。この動画では去年のまからのモンストニュースを振り返りながら、明日のモンストニュースで何が発表されるかを考えていこうという動画でございます。ただこの動画を話すことはあくまでも傾向からの予想なので、去年これが発表されたから明日これが発表されるかもしれないよという願望が詰まった動画でありますので、その辺をご理解していただけると幸いです。で、今回参考にしていくニュースは2023年6月29日のものを振り返りながら何が発表されるかを予想していきましょう。ご覧ください。まずなんですけども、今週金曜日6月28日の19時に初降臨するゴーゼスのコルロの性能が判明したんで紹介していきます。で、それがこちらでありまして、まずアビリティが重力ダメージライブロックの汎用性が高い4種のギミックに対応している。で、キラーはないんですけども、2種の超アビリティや超バランス型で火力を強化していて、で、あと SS を自強化に加えてガイド不要なサポートも可能になっていると。で、そして新友情コンボの SS 短縮拡大爆破弾ではこれ火力を出せないんですけども、まあ、SS の短縮可能、さらにシレットメイン友情も超強となったウォールボーンを獲得しておりまして、これで火力面をカバーしているんではないか、まあ、さらには友情コンボの誘発も可能になっていると。そして現状の仕事は空中庭園7の鉄製でありまして、まあ、クリムとの代用というか、そういう立ち位置になっているんではないかなと思われます。で、ここで空中庭園鉄製来るっていうことは侵食者シリーズのような感じで、まあ、このシリーズは庭園鉄製が続くんではないかなと予想されますね。ということで、まあ、主に空中庭園7に困ってるよという場合は今週頑張って周回していきましょう。ということで振り返り戻りまして、まずは新イベント、スターダストエージェント4と2023年7月の前半イベントでございます。性能簡単に振り返ると、まずはアルデバラン、転送株を含むこの希少な3種のギミックに対応していることをはじめとして、まあ、なんかかなり特殊なものが揃ってるなっていう、まあ、法人ブースト M、 なんかわからない鳥獣封じ、友情セットもそうですし、まあ、なんかあまりにも怪しい性能だなと思っていたんですけども、まあ、1年経過して未だにこれといった仕事を獲得していないんじゃないかなと思います。でも、それでもまだこの減速壁転送壁セットでの活躍はあるんじゃないかなと思ってるんで、それに期待しましょうと。続きまして、アルビレオ、転送壁を含む3種のギミック対応に2種のブレイクアビリティを持っていると。で、さらにダッシュ M で足の速さを強化してるんですけども、これが SS の弱点どんとも相性がいいっていう、どんどん弱点に触れることができますね。で、そしてこのキャラといったら皆さんご存知だと思うんですけども、実装と同時にまさかの VTuber 化決定しておりまして、もこの時点で優遇されていた。で、しかもモンスターの方の仕事としても、ママゴワシで初回テストを獲得しておりまして、で、今年に入ったそのアルファキャラクターにもなっている。で、元はといったらその VTuber は期間限定だったんですけども、人気になったことで今でもやってらっしゃいますし、ユーザーと運営どちらにも愛されている、まあ、これが通常キャラクターですからね、すごいキャラクターだなと思います。で、そしてプロキオン、3種のリミック対応に幻獣とドラゴンに対して効果力を出せるキラー L を持ってまして、まあ、これによってドレインでの HP 能力も高めることができますね。で、あと地面にこのランダ SS との相性もいいですね。回復もしやすいっていう。で、これはジュズマル常装に隠れがちではあったんですけども、一応天6の初回テストにはなってましたね。このキャラクターを使ってクリアしたという方もいるんではないでしょうか。というイベントが昨年開催されたんですけども、今年2024年7月の前半イベントはどうなるかということで、7月の2日に怪獣8号コラボが終了するんで、まあ、この後のイベントがまだ発表されていないということから、次回のモンストニュースで7月の前半イベントが発表されるんじゃないかなと思います。で、この7月の前半というと、毎年この夏の大型イベントが開催される時期でありまして、まあ、それもあってコラボどころかアルファとかの期間限定イベントですね、それをやる可能性ってのは、まあ、かなり低いんではないかっていう。夏の大型イベントで発表するコラボを後半に開催するってのも恒例になっているんで、まあ、余計にこの前半は通常イベントになっているんじゃないかなと思ったんですけども、ただちょっと気になることがありまして、新イベント開始日の7月2日のスケジュールを確認すると、11時から13時に絶球クエストの豊玉姫が降臨しているっていう。で、いつもだったらその通常イベントだったら12時から3時間の間究極のクエストが降臨するんで、ここは空いてるはずなんですけども、そこに入っているっていう。この時はコラボが予想されるスケジュールなんですけども、まあ、ただコラボだった場合は19時も空いているんですけども、それは空いていないっていうカウシーで入ってますね。というかもう7月の後半がもうモンドリコラボでほぼ確定しているんで、これで7月の前半もコラボするって言ったのにもう3連続ですからね。まあありえんだろうということで、さすがに通常イベントのはずなんですけども、まあ、ちょっとあまり見慣れないスケジュールだなとは思いますね。ただよく言われているスタミナバックキャンペーン来ると、まあアルファがコラボが来るみたいな予想があったと思うんですけども、それが外れたことも以前あったんで、このスケジュールとかもちょっと変わってくるということは、ちょっとこれから予想が難しくなんじゃないかっていう、コラボか通常かみたいな、まあ、実際ここからの予想はできるようになってましたし、まあそれをさせないためにスケジュールが変わってくるのかなとは思い始めましたね。まあでもとりあえず言えることは、ここは通常イベントだろうと思っているんですけども、まあ注目したい点で言うと、光属性のキャラクターがいた場合はモンドリで降臨が予想される闇霊術の鉄線になる可能性があるんで、それ注目したいですね。でも13日に降臨するはずなんで、そこで悟り狙いますからね、激流震災で。まあ特にこの新イベ関係ない可能性もありますけど、
ど、この辺は気になるところではないかなと思います。でそして豪絶離れ国に発表と、モンドリ降臨でしたね。このクエストではピアッシングウォールが初登場しておりまして、もうザコ処理とボス削りはこのギミックを利用する必要があったんで、もうとにかくも足の速さっていうのは重要でしたね。動き回るっていう。で最適を獲得したのは直近で実装されていて、何かにハマるだろうと思われていたミューズが、順当に活躍して、でそのさらに実装直後に降臨したセイレムがそのミューズの運枠の相方になっていたんですけども、一緒に来るって感じでしたね。あと地味に火ダメが痛いクエストだったんで、アルフォンスのヒーリングウォール展開が助かりましたね。でそこから割合 SS 持ちの華教員とか加速枠のガブリエル、あと最近はダルタニアアルファも来たんですけども、ただこのクエストを見たらもうミューズの性能があまり今噛み合っている、加速多ければ多いほどいいですし、結局ミューズ最適ってのは変わってないんじゃないかなと思います。でそして今年はすでに豪絶が発表されているんですけども、まだギミックは判明していないということで、ホルロの予想なんですけども、これはその空中庭園の際に予想されていたこの転送壁を絡めたセット、ブロック転送壁か重力転送壁、重力転送壁だったらもう大内将軍とアロンゼロとアルファがめちゃくちゃ強そうで、ブロック転送壁の場合でもこの2人が連れてくるんですけども、神と清掃も候補に入ってきますからね。で特に重力転送壁だった場合はパンドラ界が最適になりやすいんではないかなとも思いますね。でも気になるキャラクターは清掃でありまして、現状もかなり影が薄い、僕もちょっと忘れかけていたんですけども、でもこれはもう完全クリームト枠、このままだともうあのタイミングで実装する意味がなかったので、絶対どっかでもう回収されると思ってるんですけども、それがどこかってのは気になりますね。コールローの性能的にもここでハマっても全然ありだと思うんですけども、でも怖い存在だなと思いますね。未開の大地もなんか終わりかけなんで、その後の新コンテンツとか、あと未開の EX とかも選択肢ありますからね。どこで来るんでしょうか。この豪絶が関係なかった時が一番怖いかもしれないですね。でそして発表された重心化会がギャラルホルン、地雷対応を獲得した主要3種のギミックセットでありまして、それに2種のキラーで火力を強化している。でさらにこの触れた敵をアクセラレート状態する強力な SS は短縮可能になっております。で元からラウドラ特攻キャラクターではあったんですけども、さらに強くなった、ね、もうなんなら極みもいけるようになったよっていう、完膚なきまでの特攻キャラクターに仕上げられたっていう。でそして明日の重心化会予想なんですけども、最近はそこまで新しいキャラクター会になってないです。なんかちょっと古いゾーンに入っている、なんか夏のイベント前ってこういう印象がありますね、感じがあるんで、ここ順当に非属性古いところのフォーミュラで行こうかなと思います。でそして追加の予想としては怪獣8号コラボ追加情報と、これ気づいてる方は多そうですけども、コラボ恒例のストライカーカード報酬が発表されていないと。でさらに怪獣10号に関してはミッションも発表していないんで、これおそらくギリギリにはなるんですけども、明日のニュースで追加をするんじゃないかなと思います。でこれ去年のガンダムコラボも同じような流れだったんですけども、期間としてはこっちが短いですかね。ワンチャンもうニュースの当日にコルロのギミックの更新と一緒に追加するか、でも今週末に片付けようってミッションになるんですかね。多分何かしらあると思うんで頑張っていきましょう。でそして最後にドリームデイズ2追加情報に関してなんですけども、昨年はこのタイミングでモンドリ降臨のドリスタールが発表されていた、ただ今回に関してはまだ来週にもう一回モンストニュースが控えておりまして、おそらくここでモンドリ当日に降臨するクエストとか、あとレイゼスですね、それとかの情報が発表されるんじゃないかということで、明日の情報に関しては何かあるかもしれないですけども、ステージ情報とかゲームに関した話は来週になるんじゃないかなと予想しております。はい、ということで明日のニュース、ちょっとスケジュールが気になるんですけども、さすがに4月の前半は通常イベントでモンドリ2に繋がっていくんじゃないかなと思います。あとコルロに関してはね、そのカカゴセレクの難易度がなかなかにやばかったので、豪絶もちゃんと豪絶してるなっていう、頑張っていきましょう。よかったらコメントなんか皆さんの予想妄想感想どんどん書いてください。あと常にチャンネル登録していただけると、こんな感じで動画投稿頑張っていくんで、よかったらしていただけるとモチベーションつながるんで、よろしくお願いします。これからもぜひではご視聴ありがとうございました。サロー。